皆さんこんにちは、伊豆です。本日もプロスペースやっていきます。本日の企画はこちら、久々にオリックス純正やっていこうというふうに思います。はい、というわけでオリックス純正ですね、かなり久々かなという形で、まあオーダー見せていこうかなというふうに思います。なんですけど、まあ本日の主役っていうところではですね、こちらブーマー選手使っていくっていう形です。それでは早速能力見ていってから、まあオーダー軽く紹介していこうかなというふうに思います。弾道アーティストミート84、パワー84、走力58っていうところですね。まあもう本当アーティスト正義っていうところです。で、まあ守備適性見ていくと、まあライトレフトも守れますけど、まあファーストのね適性がめちゃくちゃいいんで、 C まで持っていけて補給もまあ B まで行くというところで、まあ、かなりファースト守備の面でもですね活躍してくれるんじゃないかなというところです。で、まあ、特殊能力がね、超アーティストアベレージヒッター回チャンスというところで能力めちゃくちゃ上げてくれますね。まあ、アベレージヒッターというところで、まあ、ヒットも出やすいと思いますし、まあ、ただねちょっと広角がないという点で、まあ、他のね広角アーティストの打者には劣るかなというところですけど、まあ、その差を埋めるくらいですね、広角との差を埋めるくらい特殊能力全部出ればですね能力上がると思うので、まあ、そこは期待していこうかなというふうに思います。まあもう本当見るからにあれですもんねめちゃくちゃ打ちやすい、もう本当にね能力からしてめちゃくちゃ打ちやすいんですけど、またね今回使ってってですね打ちやすさ見せていけたらいいんじゃないかなというふうに思っております。で、まあオーダーこんな感じですね。まだねもうちょっとオリックス純正っていうところはね、今現状、公開してるアカウントの中では、始めたのが一番遅いっていうところでですね、ちょっとねセカンドの選手がいない、まあショートもそうですけど、セカンドショートでね選手が来てくれればオール S っていうところを組めるんですけどね、本当なら村上選手を取りたかったんですけど、エナジーがなかったですね。 OB 第5弾できたかな、あ TS か5弾できて、確実に性エナジー使わないといけないっていうところやったんで、ちょっとね引けなかった、引きに行けなかったっていうところですね。はい、まあそんなところですけど、まあオーダー的にはねかなり選手揃ってきたんじゃないかなというところで、まあねちょっとねサードとかは OB のもの、去年の OB かなが超2とかで止まっちゃったりしてますけど、まあここら辺もねまた来年以降、あどうかな、うん、出てきてくれたら継承してって、またそこで極めようかなというふうに思ってるんで、またねノリさんのスプリッツとかきつくなってきたら宗さんとか代わりにいるんで、まあそういったところ使っていくんじゃないかなというところです。で、まあ代打もねセカンドショート片方に出せるかな。で、まあ石峰さん、 T 岡田さんというところ、まああとは加藤さんもいますし、キャッチャーにも代打基本的に出すんで、まあ石峰さんかというところにはなってくるんで、まあ、結構ね割とオーダーとしても回せるオーダーにはなってきてるんじゃないかなと。あとはまあ吉田正尚選手だったり杉本選手なんかもですね結構最新に継承してきたり、まあ、吉田選手なんかはね特殊能力変わっちゃったりしてるんで、まあ、どっちかといえばまあこれ、まあ、できるんだったらスピリッツ解放していくんかなというところですけどね。で、まあ、投手がねようやく先発が5人揃ったっていうところでね、まだもうちょっとね中継ぎできる選手なんかもいるので、もうちょっとね先発の層が厚くなってきたりしたらですね、より中継ぎの層も厚くなっていくかなというところですけど、山本選手、富山選手、金子選手、宮城選手、山崎選手というところで、覚醒でね山崎選手がちょっとねレベル1でまだ育成途中なんですけど、うん、ちょっとね特殊能力だけね伸びが上げちゃってるんですけど、うん、まあここもねまた育成して動画化したいかなというところです。でも宮城くんもね特訓だけですね、あとは一応極みまで持っていけるんで極みまで持っていくっていう形で、先発もねようやく揃ってくれたんですよね。ここがねちょっとオリックス純正揃ってなかったところやったんで、ようやくね、ランク戦も回していけるかなというところで、まあオリックス純正でもねランク戦、どんどんやっていこうかなというふうには思っております。とまあそんな感じでですね、本日はブーマー選手主役なんで、2番で使っていこうというふうに思います。それでは早速ランク戦いきましょう。どうぞ。サードはちょっとね1点先制されたんでなんとか返していきたいんですけど、外駒選手打てるかな。ちょっとねホームランをねできればブーマー選手なんで見せたいというところで、マイナス1か、まあまあ A ランクって考えれば大丈夫か。うわナイス、いいね。イチローさんね、まあイチロー出てましたっけ、出てなくてもね割となんか弾道高いイメージありますね。あさあブーマー選手チャンスだけっていうところですけど、チャンスだけ出ても89、89、まあさすが、元の能力が高いだけありますね。84かなの同値だとは思うんですけど、はい、まあそういったところでもね特殊能力出なくてもまあやれるかなというところですけど、超えていくとナイス、うん、まあ、ちょっと外野前進してたかもしれないですけど、うん、まあさすがっていうところですかね。さあ吉田さん、吉田さんもねちょっと特殊能力、またタイエースがついちゃったかな、確かそうやったとは思うんですけど、まあまあまあ、で何が消えたっけ、アベレージヒッターかチャンスがどっちかが消えましたよね。まあどうかな、まあうん、で守備も落ちてた気がするんで、そういったところではねちょっともしかしたらこっちのスピリッツ解放するかもしれない、またね当たったら考えようかなというところですけどね。さあノリさん、ノリさんもねあれこれ多分マイナス1じゃないんじゃないですか、うん、本当は極めたいんですけど、ちょっとね限界突破コーチ、また今後ね OB とか登場していくと思うんで、まあ、そこに使いたいなというところで、まあ、もちろんねノリさんが割と使うべきところではあるとは思うんですけど、めちゃくちゃナイスうん、ただね、うん、まあ、今ね極めてもそこまでスピリッツ高くならないっていうところでね、まあ、それなら、うん、最新当てていく選手に使っていった方がいいのかなというところでですね、まあ、ちょっとスピリッツ解放
まあ、後とかやったらね、もうちょっと考えるんですけど、受けないでしたね。まあ、現状ね、あ、ちょっとスピードきつくなってきたら、まあ、宗さんがいるんで、はい。まあ、宗さんもね、かなり打ちやすいと思うんですよね。まだあんまり使ってないですけど。一応持ってるんでですね、まあ、そこ使っていこうかなというところです。はい、まあ、なんとかね、抑えて、もう一打席回らんかな。まあ、最後まで見せましょう。うん、アーチストだけど、あ、ちょっとね、チャンスで回したかったですけどね、できるだけ。うん。まあまあまあ、打っていきましょう。外小葉3というところですね。これはマイナス1じゃなさそうですね。ふわ、ぶん。あ、割とストレート使ってきますね、相手の方。うん、まあ、そこを打っていきたい。うわさすがアーティストやな。で、ここで杉本さんと。これ最新の杉本さんなんですよね。当たってくれたんですよ。ミキサーかなんかで当てたかな。結構ね、オリックス欲しい選手多かったんで、気に入ったんですけど、ミキサーね。まあ、山岡さんとかがね、やっぱり今は一番欲しいですかね。ナイス。もう一打席回るかな、ワンチャン。繋いでったら回りそうですね。で、足立選手も立たせないといけないんですよね。今のところ、セカンドショートの中で、代打っていう形ですけど、ショートにしか出せないんですよ、今ね。今、ショートじゃない。次の、9番、セカンドか。が A ランクなんで、そこにしか出せないんですよね。というところで足立さんも立たせる。ただね、足立さん、割と特殊能力出たら面白いんで、チャンスと、選球眼かな、どうやったかな、忘れたけど。まあ、そこで出てくれたらね、かなりいいんですけど、ちょっとね、T 岡田さんね、特殊能力上げきれてないんですよ。上げたらね、俺、めちゃくちゃ T 岡田さんのね、あのフォロースルー好きなんですよね。めちゃくちゃ打ってて気持ちいいんで、ちょっと使いたいんですけど、まだね、特殊能力が全然上げれてないんで、そこ上げたらね、ちょっとピックアップしたいなというふうには思ってます。はい、だけど、本当にね、TS 版の T 岡田選手とかもね、来たら絶対取るんですけど、3万塁で、回ってくるのが一郎さんかな。いや、もう一人やけどね、ちょっとね、ここは。真剣に打ちましょう。 A ランクの藤川さんですね。よし、はい、では2試合目ですね。相手のピッチャー有原選手ということで、有原選手マイナス1ですね。なんとか打っていきましょう。甲子園打ってるかな、はい。まあ、超大ピンというところで、有原さんどうなんですかね。メジャーなんか日本球界帰ってくるとか見ますけど、どこの球団行くのかめちゃくちゃ楽しみですね。うわ、ヒットならんかさあ、アベレージヒッターだけというところですね。いや、でもなんかめちゃくちゃでかいな。でもこの打ち方割といますよね。この打ち方の汎用かな、まあ、外国人の選手さあ打っていきましょう。うわこれっすね。いや、マジでね、めちゃくちゃ飛んでいくイメージがありますわ、ブーマー選手。他の人の使ってる動画だったりもそうですし、対戦しててもですね、めちゃくちゃ飛んでいくイメージあるんで、まあ、さすがにオリックス純正のファーストっていうところやったらですね、かなり、一択なのかなという感じしますけどね。守備の面も含めてですね、かなりいいですね。はい、まあ、なんとかつないでいきましょう。超えるか、うわ、アウト、全然打てないねじゃあちょっと2打席目回したいですね。さあめちゃくちゃいいところで回ってきましたね。満塁で、超アベレージヒッターとアーティストと、超じゃないな、超アーティストとアベレージヒッターというところですね。もう変えてくるか、お前申告敬遠だけはやめろよ。おい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 、まあ、できませんよね、満塁だし。まあ、チャンスも出てくれたらね、完璧でしたけど、まあそこはいいでしょう。十分ですね、全然。いや、今のもね、ワンチャン持っていけるんですよね。ただちょっとホームランを狙いたい。ツーボールワンストライク。めちゃくちゃ際どいところしか来ませんね。うわっ、マジか。ちょっと上がんなかったね。あそこがね、惜しいな。もうちょっと上げたかったですね。さあ、じゃあラスト。もう本当にこの打席めちゃくちゃ集中しますわ。まあ、ラストで高校なんで、多分1打席しか回ってこないっていうところですね。はい、今なんとか集中していきましょう。吉野部さん、しかも極みめちゃくちゃ欲しいは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 い、いいね。さあ、この調子で全出ししていただけると嬉しいです。今のやろちょっとね、初球からは打てなかったな。うわやべえ、こういうことっすね。いや、そうなんですよ、逆方向簡単に持っていけるんですよ。ミートがでかい分ね、そこもあるかもしれないね。ミートがでかい分、ミートしやすいっていうところもね、かなりでかいんじゃないかなと
というところですね。ではエンディングいきましょう。はい、どうでしたかね。いや、まあいいところ見せれたんじゃないですか。うん、まあやっぱりね、先ほども言った通りミートがでかいっていうところですね。まあ、特殊能力もそうですし、うん、デフォルトの能力でも84っていうところでね、あ、そこは結構大事な要素かな、大きい要素かなというところで、うん、まあね、しっかりミートすれば逆方向も飛んでいくというところでね、広角がなくても飛んでいくっていうところは見せれたんじゃないかなというところです。まあ、あとはね、本当守備もいいんで、ちょっと今日守備機会あんまりなかったかもしれないんですけど、まあ、補給 B で守備 C っていうところはね、まあ、かなりいいと思うんで、まあ、そこもね、結構評価するべきポイントなのかなと、今後もですね、ブーマー選手どんどん暴れ回ってもらおうかなというふうには思っております。それでは本日もご視聴ありがとうございました。また明日以降も動画出すと思うので、ぜひ興味のある方はチャンネル登録よろしくお願いします。それではイズでした。